ードに体の重みを乗せて安定させ、重みを抜いて軽くして板を動かす。スノーサーファーの皆さん、こんにちは。プロスノーサーファーのコツガイナオトです。このチャンネルでは皆さんと一緒にスノーサーフィンの楽しさを広げ、そしてスノーサーフィンに必要なスキルを高めていきます。さあ今回はベーシックレベルウィーク4です。ウィーク4では前回の基本姿勢、そしてポジショニングですね。この2つはね、スノーボードスノーサーフィンをやる上ではね、一番最初に学ぶべきとても重要なポイントですからね。まだチェックしてない人は前回動画ぜひチェックしてみてください。その基本姿勢と基本ポジショニングですね、このポジショニングを守りながら、そこに運動、上下動といわれる運動を加えていきます。この上下動という運動は荷重、末重という運動です。この2つね、理解するとどうなるかというと、滑りにメリハリがつきます。そうすると安定感も増しますし、もうとてもかっこいいライディングができるようになってきますからね。ぜひ最後までチェックをお願いします。さあ今日の項目はこちら。この方はビフォーアワー初めてのレッスン、初回ですねの時の、基本姿勢ポジショニングを練習した後の写真です。ロングターンをしています。ロングターンですね。そしてアフターは同じロングターンの写真なんですけども、4回目のレッスンの後の写真ですね。4回目のレッスン中ですか。はい、まずはねビフォアの方の説明からねしていきたいと思います。ビフォアは基本姿勢の練習した後なので、腰は進行方向に対して45度前向いている姿勢ですが、体をターンの内側方向へこう倒しすぎちゃってますよね。いわゆる内倒という姿勢です。この姿勢のままでは雪面が良い状態であればうまくターンはできるが、雪面が悪くなってくると急にこうエッジが抜けたりすっぽ抜けたり転んでしまいがちな体勢の滑り方なんですね。に加え姿勢が非常に高いので、どうしても頭がもう倒れすぎちゃっているので、さらにも転びやすいんですね。ボードに重みも加わってないですから、雪面からの衝撃も受けやすいですから、この状態ではちょっと僕には危険に見えてしまうんですね。そしてアフターすごいですね。4回のレッスンでここまで進化します。しっかりとターン中にしっかりと荷重し、右手はもう雪面にハンドスライドするぐらい、それぐらいまで姿勢を低くした上で、しっかりと体の重みをボードに乗せてターン内側方向に傾いてはいるが、ボードの上に体がしっかり乗っているので安定感も抜群。そして荷重がしっかりかかっている分、雪面の状況にもほとんど左右されないという、もう素晴らしい滑りですね。はい、皆さんこの写真、このライディング目指して上下動習得していきましょう。荷重、抜重とは、はい、荷重と抜重ですね。荷重というのは体の重みを乗せていく動きですね。ボードに乗せる、体の重み、荷物の荷に重いと書いて荷重ですね。
その体の重みを乗せて乗せて乗せていくと、皆さんどうなると思いますか？なぜ荷重をするべき？なぜ荷重をするのでしょうか？はい、それはですね、皆さんこういう姿勢、何だと思います？こういう姿勢、直角行わかりますか？スピードが出る、スピードが出れば出るほど小さくなりますよね。この動きがいわゆる荷重の動きです。荷重というのは体の重みをボードに乗せていくことでボードは安定するんですね。スピードが出れば出るほど斜面の凹凸はどん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 拾っていきますから、その凹凸を拾っていくものに荷重をすることでボードが安定します。ですからカタカタ、ちょっとやそっとのカタカタでも全然動じない安定した太い滑りができるようになるということです。そして荷重から抜重、スッと体の重みをボードから抜く。さあこれはね、重みを抜くとどうなるかというと、重みを抜くと次のターン、運動のきっかけを作るということです。ボードに体の重みを乗せて安定させ、重みを抜いて軽くして板を動かす、そんなタイミングをこうメリハリをつけて作っていくということです。ですから荷重と抜重、この運動を覚えることによってターンにもメリハリつきますし、滑りにすごいメリハリつきます。かっこよくなります。ぜひ皆さんこの動き習得してみてください。ほとんどの人が上下動をしていない、荷重抜重をしていないという理由を知る。はい、一般的な人はね、ほとんどこの上下動、荷重抜重っていうのをしてないんですね。なぜでしょうかね。スピードが出れば出るほど荷重していく、荷重させてボードを安定させたいんですが、普通の人はスピードが出れば出るほど空気抵抗を減らそうというようなイメージを持っていると思うんですね。はい。で、なおかつ一般的には腰をボードに平行な角度で滑っています。そして体をこう倒してターンをしている、そんな動きをしていますね。そういう姿勢で滑ってますね。その腰を真横向けて滑ってる状態で姿勢を低くしようとすると、まるでこう空気椅子にね座っているような非常に足が辛い状態なんですね。それではなかなかやっぱりいい姿勢は取れないんです。そして体の重みがねボードの上から外れちゃってますからね。はい。ですから普通の一般の人っていうのは腰を横に向けて滑っているような人たちは上下動はほとんどしてないんです。拳1個分ぐらいですね、腰が動くのは。それぐらいしか上下動はしていない。上下動、荷重、抜重、先ほども説明した通りとても重要なことですね。荷重をしてボードを安定させて、抜重をしてボードを動かすという、そういうタイミングを作る、メリハリをつけるということですからね。さあこの荷重抜重、しっかりメリハリをつけて動かすには、やっぱり腰は前回動画でも説明している通りバランスが一番、どの方向にもバランスが取れる角度、45度、進行方向に対して45度向けた状態ですね。この状態でしっかりと荷重抜重、荷重抜重というような動きを作ることが
ものすごく肝心なんです。これをぜひトライしてみてください。はい、それではこの上下動、荷重抜重、基本姿勢を守ってポジショニングを意識して上下動を行う具体的なやり方を説明していきたいと思います。この上下動、基本ポジション、基本姿勢を守ってね、やるのはね、もう初級クラスではもう毎回チェックするぐらいの、もうとても重要で、身につくまで時間がかかる、そんな大事な、動きですからね。中級クラスでも毎回チェックするぐらいの、それぐらいの動きです。中級クラスではね、ようやくこう動きが板についてスムーズに上下動ができるようになってくる。重ねて練習必要ですからね、皆さん諦めずにやっていきましょう。はい、はい、無料クラスの方は YouTube の、無料クラスの方は今日はここまでとなります。有料クラスはここからまた少し、ね、さらに詰めていきますからね、もう少しお付き合いください。はい、いかがでしたか今回の動画。基本姿勢からポジショニング、ね、前回動画学んだところで上下動、荷重と抜重ですね。このシンプルな動き、しかし的を得たこの動き、簡単には習得できないかもしれませんが、繰り返していくことで必ず身になります。足し算です。これをやっていけば絶対に上手くなります、ね、やっていきましょう。やるだけです。はい、さあ皆さん、今回の動画見ていただいてよかったなと思う人はグッドボタンを、そしてチャンネル登録忘れずにお願いしますね。はい、来月11月12日にね、東京のね、埼玉かな、狭山スキー場がリニューアルオープンするっていう情報入ってきました。はい、そちらでもねプライベートレッスンやってますから、今後詳細アップしていきたいと思いますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。さあそれではまた次回お会いしましょう。 Keep Snow Surfing!